2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて、世界一になった世界バイナリーオプションスペシャリストの半間陽先生です。1億円近く投資をしておりました。現在、ズルトレーダーは FX 投資となっています。今日ですね、私は今月10月17日、1958年10月17日生まれでですね、還暦にもうすぐ3日後ですかなるんですけど、17日にね。新しいインジケーターを、調整しながら投資しまして、今日は全勝ですね。デモで試験しているんですけれども、15分足で、今4本今日シグナルが出まして全勝となっております。今度ですね、 RSI をね調整 し直しまして、調整しましてですね、ちょっと取引数が落ちるんですけれども、正確にするためにさらにちょっと調整したんですね。そしたらちょっと勝ちやすくなったんじゃないかなということでね、勝率がですね、インジケーターなんですけども、60% 以上でね、取引させてんですけど、最初ちょっと2本シグナルが出てね、それから2本来たんですけど、調整し直したんですけどね、72% とか 86% とかね、これの方がいいんじゃないかと。取引数はね10個でね、 RSI は80の20でやってるんですけどね、7520円ですね。今のところ全勝です。4本全部買ってます。これデモトレードですからね、とてもね、いいんじゃないかなと。一応全勝でね、早くね、ライブ投資したいなということですね。いつもね、人間全員が妨害 が来るんでね、大変なんですけども、上の生物なんでね、生物ってのは宇宙全体で生きてまして、人間だけで生きてるわけじゃないんでね、宇宙全体で力を、ね、うまく、並んでね、いれば大丈夫ですね。事実上はね、世界一僕は本当は億万長者なんですけど、人間がね、嘘ばっかりついてね、パテントを盗むもんですから、嘘ばっかしですね、人間っていうのは。もう嘘しか人間は言いませんから。まあ基本肉食生物ですからね、人間っていうのはね、泥棒したり殺したりして盗んでね、稼ぎを得るというのが人間です。人間の上の生物、半間家の本物の本家の貴族でありましてね、にゃこちゃんかな、来たかな、まあ今回ね、設定値がいいかなということで、勝率ね 100% っていうのもあるんですよ。でね、勝率 100% でいくかなというのもちょっと見てるんですけど、これですね、これ勝率 100%、 4個と8個と7個と4個ですね、こういうのがあるんです。 RSI は85の15取ってますね、上下ね。で12とか17とか11とか11とかね、これ自動調整してるんですよ、自動補正してまして、まあこれでね、どうかなという感じですね。ライン数は800ですけどね、これもちょっとやってんだけど、これはシグナル出ないですね。1週間で
1週間でこれだけですからね。あ、USB-C 出てきましたね、シグナルがね。これは勝つかな。これデモですよね。デモですのでね、完全自動売買で動いてます。ライブでは禁止ですので、必ずね、法規は守ってください。ライブとしては手入力となります。どうかな。時間があと1分50秒ですのでね、取引が終わるまで、いいとこ打ってるみたいですね。なんか硬そうな感じかな。ちょっと下がっちゃったかな。ね、上がってきたですね。まあちょっとインジケーターいろいろ工夫してって、やっぱり RSI の調整をね、入れとかないといけないなということでね。30と70ね、買い売りの、設定、これだけ字でやったんじゃダメだなと思うんですよね。だから、あとサイクルもね、ちょっと違うんでね。まあ、いいとこ打ってくれたんですけどね。あと30秒ですね、6はね。まあ、そういうことで、まあ、非常に人間全員が妨害してくるんです。それで宇宙で生きてて、全体でね、抑えて、人間全員抑えて仕事するという感じですね。抑えてなければね、一銭もお金、邪魔して稼がせてくれませんから。まあ、人間の上の生物ですから。